三浦佳生です。ジュニアの先輩たちに追いつくため挑戦的な構成のプログラムになっています。13歳の演じるロミオとジュリエット、冒頭は4回転のサルコーです。4回転のサルコー挑んできました。はい、この後も4回転が続きます。4回転トーループ挑んできましたね。いや、攻めてますね。若い自分が勝つためには4回転が必要なんだと話していましたが、挑戦してきました。足換えのコンビネーションスピン、今年の5月には4回転トーループ、7月には4回転サルコーに成功してきました。いきなり成功してプログラムに入れてくる、その勇気ですね。はい、ダブルアクセル、ショートと同じようにやはり速さはありますね。スピードに乗ってますね。そしてショート同様、難しい大人のっぽい曲だと思うんですけど、うまく表現していると思います。トリプルフリップ、まだ13歳です。トリプルフリップ、トリプルトーループ。趣味は YouTube を見たりアニメのドラゴンボールを見ることなんだそうですが、リンクの上では幼さは全く見せません。トリプルループ、ダブルトーループ。強いパートから悲しいパートへの演じ分け、足換えのシットスピン、一緒になることができなかった2人を表情を含めて全身で伝えていきます。スピードが落ちませんね。ダブルアクセル、ハーフループ、トリプルサルコー。初めてのジュニアでここまで観客を引きつけてきました。フライングキャメルスピン、さあクライマックスへ。ノービスからジュニアに上がるにあたって30秒曲が伸びるんですけど、本当によく最後まで動ききれてると思います。最後まで演じ切りました。何かが乗り移ったような、そんな凄みもありました。初めてのジュニア三浦佳生、総合は2位でした。最初の4回転サルコー、少し回転不足は取られてしまっているんですけれども、こっちの4回転トーループは回転しっかりしていて、おそらく彼自身試合で4回転をやるのは初めてのことだと思うので、かなり攻めの構成できているので、経験でこれからどんどん安定してくると思います。